こんにちは、島村楽器名古屋パルコ店音楽雑貨担当の岸本です。皆さんは楽譜のファイルをお使いになる際に何か気になる点などはございますか？その皆さんのお悩みに答える楽譜ファイルのシリーズがございますので、そちらを今回ご紹介させていただきます。そのシリーズとはこちらです。楽譜というシリーズになります。こちらのシリーズは、5つの展開をしておりますので、その5つの違いを今回ご紹介させていただきます。まず代表的な1つ目のこちらの楽譜ですね。通常ですと楽譜って入れて出して入れて出して、これはちょっと少しめんどくさいなっていう使いになってるんですけれども、こちらの楽譜シリーズというのは挟み込んで使うシリーズです。このようにすぐスッと取ることもできますし、すぐ楽譜に書き込むこともできます。はい、このように楽に楽譜ファイルがお使いいただけるシリーズとなっております。2つ目、こちらは最初にご説明させていただいたファイルとの違いなんですけれども、全くもう見た目そのまま同じように見えるんですけれども、最初のシリーズより少し薄いデザインとなっております。なのでもう少し薄い方がいいかなという方は、この2つ目のシリーズをお使いいただければいいんじゃないかなと思います。3つ目、こちら可愛いです、このローズカラーですね。楽譜ファイルだから、まあ、シンプルがいいかもしれないけど、やっぱりちょっと可愛いものを使いたいなっていう方はこちらの3つ目のシリーズおすすめです。中もピンクでとっても可愛らしいです。4つ目、こちらは何が違うのかというと、もう本当に薄くなりました。最初のシリーズよりもう 30% 薄さを作り出してますので、持ち運びとかで楽譜ファイルだと結構厚みが出ちゃうと思うんですけど、薄く持ち運びたいなっていう方はこちらの4つ目のシリーズ、スリムタイプのシリーズとなっておりますので、こちらをぜひご利用ください。では最後ですね、こちら、ここに書いてある通り最大5面開けるシリーズとなっております。まあ、こちらご利用される方は、まあ、特に、まあ、吹奏楽でしたりグランドピアノ、まあ、ピアノを弾かれる方は特にもう長い楽譜のものを使いになることが多いと思いますので、ぜひこちらをご利用いただければなと思います。開いていただくとこのようにこっちもあって、最大5面開くことができますので、そういった楽譜ファイルをお探しの方はぜひこちらをご利用いただければなと思います。以上で楽譜の楽譜ファイルのシリーズのご説明させていただきました。皆さんのお好みの楽譜ファイルは見つけることができましたでしょうか？当店にも置いておりますので、ぜひご利用いただければなと思いますので、よろしくお願いします。